エメフェルナンダビット・セゼールは、フランス、マルティニークの詩人、評論家、劇作家、そして政治家である。代表作は、気境ノート、植民地主義論である。ネグリチュード運動を牽引し、植民地主義を批判した。フランスの植民地であった、カリブ海省アンティル諸島のマルティニーク島出身。 アフリカ系カリビアンを起源とする父エム・フェルナン・ダビド、セゼールと母エレオノール・エレミーヌの間には7人の子供がいる。父フェルナン・ダビドは行政官、バスポワンで住宅管理人、そして試験を経て税務署の監査員として税金部門に配属された。母エレオノール・エレミーヌはおはり子であった。父方の祖父フェルナン・セゼールはサンクルーの高等師範学校卒業後、 サンピエールのリセで文学教師そしてマルティニークで最初の黒人小学校教師となった。祖母は彼女の世代の多くの女性とは反対に読み書きができたため孫たちに早くから教育をする能力を持っていた。1931年成績優秀であったため小学金留学生としてフランス本土へ渡航パリのリセルイコールルイコールグランへ入学。 1934年にレオポルド・サンゴールラと共に学生新聞、黒人学生を創刊する。ここで、ネグリチュードという言葉を初めて使っている。1935年、高等師範学校に合格。しかし精神的、肉体的な不調に見舞われ始めたセゼールは、翌年から上司、気境ノートを執筆し始める。1937年にマルティニーク出身で、 同じく留学生であったシュザンヌ・ルーシーと結婚。教授資格試験に失敗したセゼールは、帰京ノートを発表した後、1939年にマルティニークへ帰郷する。マルティニークで母校シェルシェール高等中学校の文学教師となった。教え子には、フランツ・ファノンがいた。1941年、セゼールは妻らと文芸雑誌、熱帯、トロピークを創刊。 この年、パリ陥楽により、マルセイユからカイロニューヨークへ亡命途上のシュルレアディスム詩人、アンドレ・ブルトンと出会う。ブルトンの乗った船は、マルティニーク島に強制寄港させられたものであり、二人の出会いは、全くの偶然であった。なお、この船には、クロード・レヴィストロースやビクトル・セルジュも同乗していた。ブルトンは、帰境ノートを絶賛し、セゼールの次の詩集。 奇跡の武器の序文を書いた。熱帯は一時期、検閲により発禁処分を受けるもドゴール派の総督が就任したことで、再び発行許可を得た。黒人詩人、セゼールと熱帯はニューヨークなどで評判となった。1945年、終戦を迎えたセゼールは、フランス共産党から立候補し、マルティニーク党の主婦であるホールドフランス市長に当選。 さらに共産党のフランス国民議会議員に選出された。翌年、植民地であったマルティニークの海外喧嘩法案を起草する。喧嘩法案は成立し、マルティニーク市民の多くに歓迎された。喧嘩法は同化法とも呼ばれたが、エメ・セゼールは植民地からの解放として、制度的同化を肯定しつつ、従属や文化的同化を拒絶した。この経験をもとに、 植民地主義論を執筆1950年に発表している。1956年にはハンガリードーランにおけるフランス共産党のソ連追従を直接の契機としフランス共産党を離党した。この時フランス共産党初期長に宛てた体裁のモーリストレーズへの手紙レトラーモーリスタースを記している。その後も1958年に 自らの政党をマルティニークシン歩党を立ち上げ1993年に引退するまでマルティニークの代表としてフランス国民議会議員を務めた。このまま多く作品を執筆している。妻とは1963年に別れ、彼女はその3年後に50歳で亡くなっている。ホールド・フランス市長を引退後もマルティニーク党に多大な影響力を保ち島を訪れる。 重要人物には政治職に関わらず全員と面会するのを習慣としていた。ところが2006年にはニコラ・サルコジ内相の面会要請を拒絶。このためサルコジはマルティニークと訪問中止を余儀なくされた。面会拒絶の理由は政権与党である国民運動連合が植民地主義を肯定する内容の教育カリキュラムを促進していることとサルコジ自身が フランス暴動において若者を社会のクズ呼ばわりしたことにある。2007年フランス大統領選挙では社会党のセゴレーヌ・ロワイヤル候補と面会している。2004年には人種の優和を訴えていたバラク・オバマに注目していて大統領になれると確信していたと言われている。2007年1月15日、ホールド・フランス空港がエメ・セゼール・マルティニーク国際空港と改名された。 2008年4月17日、政居。フランスでは、国葬され、サルコジ大統領も出席した。AB 尾崎文太2008、エメ・セゼールとセゴレーヌ・ロワイヤル。2007年、ありがとうございます。